はい、速稼塾の久保です。まあ、今回はね、雇用調整助成金と、あとは緊急融資ですよね。コロナ対策緊急融資。これはですね、保証人なし、担保なしで OK というやつなんで、これなかなか珍しいなと思いまして、雇用調整助成金に関しましては、私が経営している会社の、いくつか経営している会社のうちの一つですね。その一つに対して、売上が 100% 減みたいなね、冗談みたいなところがあるんですよ。まあ、毎月の売上がだいたい50万から、まあ、100万の間で推移している会社なんでね。で、まあ、経費っていうのが20万ちょっとかかるんで、毎月あらりが30万前後かな。出ている会社があるんですけども、そちらの方でね、まあ、この持続化給付金の方を申請してみました。まあ、売上が 100% 減なんで、まあ、本当にね、この会社だけやってたら私はもうちょっと困ったことになったんですけども、やっぱリスクヘッジのためにいくつかの会社やってますんで、まあ、そこそこね、会社が売上ゼロになった会社がいくつか出てきてもそんなに困らないのかなというところですけども、今回はですね、まあ、ね、今回でもね、結構経営する会社の大半で売上がちょっとね、なくなっちゃったということで、なかなか面白い現象が起きてるなと思いました。まあでも、生活費とかランニングコストが私は極めて低いんで、まあ家も持ち家ですしね、もう車は買ってしまいましたし、支払いが発生するのってのは、まあ本当に電気代とか電話代とかガスとかぐらいしかなくって、あとは仕事らしい仕事してないんで、経費がかかんないんですよね。まあ、そう考えていくと、まあ、この緩やかな、まあ、なんて言いますかね、自粛ムードも全然そんなに影響を受けずにやれてはいるんですけども、一応、まあ、会社の方にね、私のところに訪問してくださる方は極端に減りましたね。本当に月に1人みたいな感じになりまして、私の方からもう全国に出かけていって、まあ、何かオフ会をするってことはなくなりました。まあ、いろいろとお話ししましたけども、今日ねこの動画の中でお知らせするのは、持続化給付金と、あとはその無利子無担保のね、緊急融資の件ですね。この2つ、一つの会社で私の経営する一つの会社でやってみましたんで、ちょっと動画に残そうかと思うんですよ。で、こちらのね、広島銀行の通帳の中に2つが同時に、振り込まれておりました。5月8日に持続化給付金が、まあ、200万満額で入っていたということでございます。売上がね、100% 減ですからね。200万といっても、まあ、どんくらいか、3ヶ月分か4ヶ月分の会社の本来の売上ということになります。ランニングコスト的には、もう10ヶ月とはいかないけども、7、8ヶ月分になりますんで、200万で非常に助かるなというところでございます。で、あとはね、5月14日に日本政策金融公庫の方から、これは緊急融資、無利子無担保の緊急融資が5年末置きで、300万、220円引かれてますけども、なぜか、なんでしょうねこれね。まあ、299万9780円が融資金額として降りております。これは5年間返済なしで、それが終わってから6年目からになるのかな、あと返済が始まるということなんで、毎月の返済額もね、もう本当に緩いと言いますか、その頃にはもう十分私の事業も、この会社一つのね、事業も随分立て直ってると思いますし、立て直すばかりか新しい事業でさらなる利益を上げてると思うんで、このしかも資金いただいてますからね。ですから5月の入金っていうのは持続化給付金の200万と、この日本政策金融公庫の、これはね、まあ、借りたお金になりますけども、合計です。500万が、いきなり、キャッシュフロー的には、まあ、なんかね、ドンと入金されるということで、すごく助かるな、ってことですよね。500万っていうと、やっぱり、そうですね、ランニングコストが20万、2年分ぐらいですか。2年までいかない、1年半ぐらいの売り上げがずっとゼロでも、やっていけるということになりますんで、やっぱりそういう意味で言うと助かるなっていうのと、あとはね、持続化給付金に関しましては私ね、7日に手続きだったと思うんですよ。まあ正確には1日の深夜なんで、まあ2日から6日までがずっとね、休日になりますから、まあ7日に、手続き完了、申し込み完了ということになりました。で、入金利益を見ると8日になってますんで、一晩でやってくれたのかなって気がするんですけども、そんなことは多分なくって、休日返上でね、いろんな方が動いてくださったんだろうなと思います。で、2、3、4、5、6の間にいろいろと通してくださって、審査が OK になって、もう8日の朝には振り込んでくださったんで、すごく早かったなと。5月1日に持続化給付金の受付が開始されてね、
で8日に振り込み完了ということなんで、うん、私の場合最短でいただいたんじゃないかなと思います。あとね、複数の会社で申し込んでるんで、まだ他の会社からの回答は来てないんですけども、うん、まあ、法人をしっかりとね、決算しながらやっててよかったなっていうことが今回言えることかなと思います。まあこんなね、持続化給付金みたいなのはもう10年に一度とかね、20年に一度とか100年に一度みたいなプランだと思いますんで、まあそれを目当てに法人化したわけでも何でもないんですけどもね、うん、であと一つは日本政策金融公庫の方ですね。こちらの方はお話した通り、3月の末ぐらいに情報を聞いて、それから手続きをして、もうこれもすぐですね、4月の6日ぐらいに面談日の打ち合わせがあって、最短で13日ぐらいですよというから13日にしてもらって、それからまあ1週間後には実行ということになりましたんで、ただまあ14日に実行になってますね。で、振り込みをしますという形の、はがきが来たのが本当2、3日前ですね、うん、まあ、これも動画でお話しましたけどね、まあ、そういった形で今回政府の緊急対策の両方にこの、まあ、私の経営する会社の一つはしっかりと乗れているということです。他の会社ではですね、持続化給付金もまだ入金されてませんし、あとは無利子無担保の融資ね、これの方はもう完全に実行の連絡が来てますんで、実行日を待つだけなんですけども、印鑑証明にちょっと不備があってですね、今日追加で送信しましたんで、多分まあ明日到着して明後日ですか、3日後ぐらい、18日かな、18日には完全入金されると思いますので、そちらの方も、まあ、会社のキャッシュフローを良くしてくれるなってことですね。まあ、こういうのをやってみて、本当にね、お金に困ってやってるっていうよりも、お金に本当困ってる面もあるんですけども、本来の売り上げがなくなってくるわけですからね。私は会社を経営してる中で、全て利益を出しまくってる会社なんで、この利益を出してる会社が、瞬間的なね、風向きの悪さで潰れてしまうっていうのは、本当に社会的な損失でもあると思うんですよ。まあ、納税額も大きいんでね。だから、まあ、本当にかっこつけるわけじゃないんですけども、私が今経営してる会社だったら全て生き残ってもらいたいなと思うんですよ。でしかもリモートワークっていうか超 IT 化された会社なんで、本当作業の割にはものすごく利益が高いんですよね。でこれは決してですね、一生懸命店舗とか会社をやってるのになかなか利益が上がらないって会社を揶揄してるもんでも何でもなくって、やっぱりこう有利不利っていうのはそういう時期もあるんでしょうね。やっぱり飲食店ね私やってきて飲食店の良さっていうのは、まあ、なかなかちょっと巡り合えなかったんですけど、きついばっかりだったんですけどね。まあでも飲食店には飲食店の良さがあると思いますし、そのミッションがあると思うんですよ。で私はちょっとその裁量が技量がなかったんで、飲食店は長続きしなかったんですけどね。まああとは来店型のアミューズメント施設ですけども、私はね、まあご存知の通りパチンコスロット麻雀屋という風なのがなんか成り行きでやることになりまして、私がよく分かるのは麻雀ぐらいで、パチンコとかスロットとか実際自分で打ったことがないんで何とも言えないんですけども、でもこの辺の店舗のセンスもなくってなくなってしまいましたけどね、うん、いやだからね、なんかこう何が幸いするか分かんないんですけども、少なくとも事業するときは個人事業主じゃなくてもう即法人だと思います。今回のことがあったから言うわけではないんですけども、私一貫して言うのはもうとにかく法人でやらないと、もうニッチもサッチもいかなくなる。要するに法人化ってのはですね、どれだけお金を残すかっていう仕組みなんですよ。でも個人事業主とか、なんか副業っていうのは最もね、もう何ですかね、お金が残りにくい仕事なんですよね。だから絶対私はその法人の手数料とか設立した時に30万からかかりますけども、その30万をけちるぐらいだったらもうね、ビジネスをしない方がいいと思うぐらい、まあビジネスの自慢固めのためにはね、法人を作る方がいいなと本当に今回も思いましたね。まあ、特に実績のある黒字法人だと話は聞いてもらいやすいですし、あとね、大事なのは書類に強くならないといけないですね。やっぱり経営者はそう、経営者たるもの書類に強くないと、書くこととか伝えることに。だからね、なんかこう、雇用調整助成金のことを知らないって方も、まあ、まだいらっしゃると思うんですけども、わかるんだけども、提出書類が書けないとかね。いや、むちゃくちゃ簡単ですからね、今回のは。今回の持続化給付金なりね、融資をお願いする書類っていうのがもし書けないとしたら普段の事業どうしてるんだと思うぐらい本当簡単なんですよ。あら、はあ、でそんな感じでね、まあ今日動画を流させていただいたのは、持続化給付金と例の緊急融資ね、両方私は
ものすごく短い期間で受けることができました。情報を知って2ヶ月も経たないうちにもう入金されてますんで、まあ雇用調整助成金はね、なんかすごく手間がかかって長いの私知ってますんで、ああいうのはもうやらないですけど、授業もいないんでね。でも今回は持続化給付金と緊急融資は結構、まあ我が社の商品としては、まあ、いけてたなというところでございますね。ただそれだけでございます。つまんない放送で申し訳ありません。まあね、ちゃんと雇用調整助成金は払われているよってことです。ただ今ね、申し込んでる会社が70万社ぐらいあって、そのうちの支給された会社って2万社か3万社ぐらいだそうなんですよ。まあですんで、その申請はしたんだけども振り込まれてるよって会社は非常に少ないということです。このね、遅さ、なんだろうなと思いますね、これはね。なんか心配ですよね。申し込んでいつお金が入ってくるか分かんないな。うちはね、やっぱりこうなんとか耐えられますけども、日銭商売やってるところなんて目の前の現金がなくちゃやっぱりやっていけないですからね。でお客さんからの入金がない以上、やっぱそういうふうなね、制度とか保証に、頼るしかないですから、それはもう早くやってほしいですね。もうそれこそ振り込むの先にして自己診断みたいなね感じにもできると思うんでね。自動車税の納付書だけは何来るんだろうな。私は自動車税の納付書4通来ましたよ。これと、これと、軽自動車ね。これと、軽自動車と、あとは、くまモンのスクーターも来ましたね。5通ですね。で、市民税も来てますね。なんかその、税金の経費が一番高いね。うん、まあね、これ、税金なんて回収しなくても日銀がすればいいんですよ。インフレ 2% 以下で、通貨発行権あるんだから。お金なんてね、今することもいらないんですよ。数字をそれぞれの口座に書き込むっていうかね、タイピングするだけなんで経費ゼロなんですよね。まあ、なんかこの辺もね、まあ、お金の需要シリーズにちょっと入れていこうかと思います。今日は以上でございます。